バチに急いでメイクやってみます。概要なのでコメントがどんどん載せるかも。何があったんですかっていうのは昨日の配信で言ったし、配信私がいつやろうと私の勝手なんで答えません。なんでかはもう昨日言ったんで。全然寝てないんですよね。寝れてない。昨日配信あんな早かったのになんでそんな寝てないんって思うかもしれないでしょ。私もそう思ってる。おはよう、みんな。出勤中、頑張れ。頑張れ。今日は、君はもっとできるの発売日です。イエーイ。後でツイートはしますけど、皆さん Apple Music とかそういうの入ってる人いろいろ聴けるんで、ぜひ聴いてくださいね。そういうのも、ね、そういうこと February 聴けるんです。 February の発音が私は苦手なんですけど、好きだなんて言えるわけないよ、黙ってしまう、こんなんです。可愛い曲ですよ、K4 の。新 K4 の曲。もう嬉しい、私が求めてた王道アイドルソングです。なんか感想のね、音楽がめっちゃ可愛いんですよ。よいしょ。こうやって肌のアラを隠していきます。そういうとこ聞きました。そういうことね。そういうとこ、そういうとこフェブラリー、え、そういうことフェブラリーじゃなかった、ことじゃなかったっけ、あれとこやったっけ、そういうことだよね。水曜日が英語で書けない、え、ウェンズデー、めっちゃ良かったね、いいよね。空の青さがそこまで聞いてる聞いてる、間違った、ごめんなさい、全然歌詞違った、今のちょっと歌わりじゃないもんで。春の気配はそこまで聞いてる聞いてる、空のその青さが変わった、そんな気がするっていうくるみの声が入ります。メイキングで姫のピアノの後に、うまい、私もピアノ解けばよかった、疲れた。いや、私ピアノ結構やりたかったんですよ、実は。なんか小学生の時はバドミントン一筋すぎて何とも思わなかったんですけど、なんか中学生とかになって、その合唱の伴奏とかあるってなって、うわ、私もなんかやピアノやりたかったなみたいな。ピアノできる女の子ってなんか可愛く見えない、なんかよくない、伴奏とかやってる女の子ってさ、なんか可愛くない、合唱コンクールとかさ、あれやっぱくるみ、そうだよ、わかりやすくない、くるみの声ってやっぱわかりやすいじゃん。そんな気がするっていうくるみのこのルーって感じ、エレクトーンのやつ、すごい、いいね。君に君に耐える残りの日々、ピアノだけで美化されてしまう。でもそうじゃない、なんかそうお上品じゃん、お上品だしさ、なんかやっぱそもそもピアノを弾けるんだっていう、そのわかる、そのそれだけで、その事実だけでさ可愛く見えるじゃん、なんかだから、なんかそれが中学になって気づいて、わーやりたかったなーみたいな。このまま何事もなくクラスメイトだったら、いつの日か自分から告白できない辛さのわけ、あのさ、みんなに共感してほしいんだけど、そのさ、この歌は切なさのわけってじゃん、これはさ、どう考えても私夢になるってのさ、あのサビ前とさ同じすぎてさ、びっくりしちゃったんだよね、初めて聞いた時っていう
い山を登るる歌になんかつながりそうな感じしない？わかる？まだわかんないか。ちょっと誰かみんな聞いたらそこを聞いてみて。そのサビ前、1サビ前も2サビ前もなんだけど、うん、そういうことフェブラリーのそのサビの前の夏の朝の脇がマジで本当に夢のルートすぎるからマジで聞いてほしい。今日肌綺麗。今ね隠してるからアラを全部、コンシーラーやらないやらかいな、肌の汚いアラを全部隠してる。右にしてるリング、うわーちょっとわかんないや。夢へのルートに、えでしょ、わかるでしょ、そこだけめっちゃ夢へのルートなんでも、なんて自分から告白できないのとこに関してはあれ似てる、あの初恋至上主義の出てくるよね、初恋至上主義ののサビ前もちょっと出てくる。初恋からもっと君のことが好きだ、あの気持ちは変わっていない、つつ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 つ。まさか久しぶりのクイーンさんに感動してん、朝からこんな絵も塗りたくってるから顔に。そう至上主義です、わかるでしょ、なんか言われてみればわかるくない、全部あーみたいな。鼻水が、おお元気やな朝から。なんか今日眉毛の形が気に食わない、なんかさ眉毛脱色したから、脱色したからさめっちゃいい感じなんだけど、色はなんだけど、そのさ眉毛が薄くなった分色が、あのどこに眉毛があったか分かんなくて、その眉毛のガイドラインがないの、分かる言いたいこと。こう今まではさ眉毛が黒かったから眉毛がちゃんとさどこに生えてるか分かるから、こう足りない部分を埋めていけばいいんだけど、眉毛が薄くなってどこに眉毛があるか分かんなくなった分、マジガイドラインが、本当に眉毛のガイドラインがなくなってどこに描けばいいか分かんないの、ちょっとだけもうどうしようか、どうしたらいいか分かんない、私眉毛最近眉毛停滞期、瞑想中眉毛。そう元の輪郭が、そうそうそう、どこにあるみたいな、マジココちゃんに探してもらいたい、どこにいる、みんなリナの眉毛を探してください、どこにいる、ここだよ、なちゃんパジャマなの、これパジャマじゃないです、失礼な、いいな。眉毛いい感じって、あでも言われた言われた、いい感じ、いけるいける、大丈夫、太くない、よいしょ。楽屋で読まる、そう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 、あれ毎回パターンを考えるらしいです、生誕メンバーによって。
楽屋だよマジでやばい、もろすぎる、じわじわくる。これはシャドウじゃなくて、これはなんて言うんですだっけ、これでも顎をガンガンに削ります。そうすることによってちょっとでも細く見えるんだ多分。ね、ハイライトマジ大事だなって最近思ったんだけど、ハイライトがさちょっとずれちゃったの、この前こうウニョンってなったんですけど、そしたら鼻が本当に曲がったように見えたの。マジだからこれ大事、まっすぐ引くこと大事。これウニョンってしたら鼻がウニョンってなります。うん、いいテカリ、完璧。塗るときはニコってして塗るの。マジ本当にほとんど寝てないレベルでやばいんですけど、今日あったかい、あ、そうなの、今日あったかいの。きます、アイシャドウ、マジお家でアイシャドウすると本当にめちゃくちゃ濃くなるから気をつけないとやばいって感じ。そんな寝れなかったの、え、マジで本当に1時間半も寝てないぐらい正直。やばいよね、なんか本当に寝れないときはマジで寝れないんだよね。リップは薄めの色が好きなの。いや、これはあのリップ下地みたいな感じ。マキシマイザー、リップなんでマキシマイザーって言うんだけど、これ塗ることによってカプサイシンっていう唐辛子とかの成分ちょっと入ってるから唇がふっくらするんですよ。あとシワが減る、唇の。だからリップが綺麗に塗るって感じ。先にこれ塗っとくとちょっといい、置いておくみたいな塗って、寝るときに寝ます。でも多分移動時間に寝れるので、もう濃いのか薄いのか全然わかんない、この光じゃん。朝日が綺麗だ。じゃあその朝日を見ながら走れ、ダイエットをしてこい。河原とかを走ってこい。
夜は配信多分しないと思います。スギ花粉の飛散が今朝確認されて、あ、そうなんだ。なんか私でも花粉症持ってないんだよね、ありがたいことに。私鼻の疾患が少なくて、本当に疾患って言葉があってのかな、なんか鼻鼻炎とかそういうのもないし。その代わりに、ね、いとことね、おばあちゃんがめちゃくちゃ激しいんですよ。鼻めっちゃ悪かったりするんだけど、私マジで1ミリもなくて、本当に多分花粉症もね、多分持ってないと思うんだよね。だ去年ちょっとズビズビ言ってた気がするけども、花粉症じゃないと思う、まだ。そう、私これは結構ラッキーだなって思ってます。結構みんな苦しんでるの見るから。やばいやばい、ここまでやろう。15年目にして初めて花粉症。マジ？いやね、ないまま過ごしたかったね。一緒に苦しもうじゃないよ、やだよ。私はこのまま花粉症とは無縁の生活を送るんだ。でもなんか普段こう真面目な人とかが花粉症だとなんかちょっとギャップ燃えしそうな、え、花粉症なのかわいいとかなりそうバカバカなんで。新ジャンル、確かにバリ新ジャンル。この学校に髪型何が合うかな、みんな。この下はね、ブリーツのね、黒のね、短めのスカートなんですよ。ブリーツスカートいわゆるブリーツスカートよ。何がいいかな。最近なんかその巻き下ろしばっかしてるからなんかしたいんですけど、まあ今日あんたがどこに行くか知らんから、あんなもアドバイスできるかっていう気持ちはわかる。まあまあ落ち着きたまえ。こっちの一粒が消えた。え、どこ行った、一粒つけとったのに。ストレート確かにストレート合いそうだね、普通に。なんか可愛い系の格好だもんね。仕事開始まで1時間切った。ほら頑張ってこーい、頑張ってこーい。え、待って、メイク終わったかもしんない。あ、
大事なまつげを忘れてました。めちゃくちゃ忘れてました。やべ、あぶねー。まつげは大事、とっても大事。マジでやらかしたかった。あぶなー。マジでまつげが本当に結構大事、私たちのメイク。あぶねー。警報曲いいでしょ、めっちゃいいでしょ。したんだけど、どうしよう。結局アイメイクなんてまつげで決まるんだからって言いながらまつげ忘れてたけど、今メイク。なんかまつげ薄っ。え、私こんなまつげ薄かった？抜けたまつわよ、もしかして。タバカンまつげ、うん、別にタバカンはそんな私やってないかな。ただでさえまつげが私一本一本が細いんですよ。だから多分タバカンとかやっちゃうと余計なんかマジ貧弱なまつげになっちゃう。下手にせずにちゃんとなんかまつげありますよ感を出した方が多分いい、私はね。博多駅で配信見てんの？何やっとんねん。貧弱なまつげだな。そうやろ。みんな駅で見てんの？通勤途中やからしゃあないか。ありがとうね。クラゲメイク、クラゲメイク私似合わない多分。メイクが多すぎて全然わかんない最近。純欲メイクとかよく TikTok で流行ってましたけど、福場近くのスタバね。なんかさ、福岡のさスタバ、天神付近のスタバさ、オペラがさ全然ないんだけど、オペラフラペチーノが辛い。アイロン準備。ね、どうしよう、髪の毛巻こうかと思ったんだけど、まず
さ、あれヘアアレンジが本当にできないの。マジでなんかヘアアレンジだけは全く器用で、結構なんか何でも器用だねって言われて生きてきたタイプではあるんだけど、なんかプラグが曲がってるんだけど、無理やり戻した。見てこんな感じ、今日こんなプリーツスカートだったのにさ、プリーツがさもうなくなっちゃってさ、洗濯でなんか逆にちょっとフレアスカートみたいになって可愛くなっちゃった、ね、オペラって1日限定違うよ、もう売り切れちゃったの、みんなが多分飲みすぎて。メイクなんか変わった、え、いつ頃からだろう、いつ頃からかによって変わったかな。結構スカートちょっと短くない？やだ、何そのなんかおて出かける前の娘にお父さんがお前ちょっとスカート短くないかっていう感じのテンション、やだやだ、もうおじたん。ちゃんとこれインパンって言って中にズボンついてるタイプのスカートなので大丈夫です、安心してください。もうヒートテック見えてるのマジでやだ、本当にスカートかわいい。これグレールだよ、グレールのあのフリーツスカートを履き散らかすとあのこうなります。リアルお父さんか、いやリアルお父さんじゃないと思う。なんだこの毛は、どこの髪の毛、こっちに入ってほしい。この長いのがなんでこっちに出てくるの。お前はこっちや、今日さめっちゃ眠くなかったらさ TikTok でさ今日はあるあるに行くのでこのなんとかを使って着替えていきますっていう動画を撮ろうと思ったんですけども、なんと普通に眠くて寝てた。トップスはこれどこで買ったっけ、でもソラリアプラザの1円ぐらいで買いました、あの安いお店があるんです。バレンタイン公演の前ゼリフをした、おやめろリナでやるの、やだ前ゼリフ嫌い、言いたくない。こっちだけ前髪です。やだ失敗じゃない、しかも短いんだ、ちょっと伸ばそう。
ストレートこんな感じ。この毛はどこの毛本当に。この毛なんの毛気になる毛。見たこともない毛ですから。見たこともない場所に出てくるよ。ちょっとマジでどこの毛本当にも切ろうかなこれ。これも。みんなそのストレート好きなの？コーヒー吹いた、きたね。きたね。イエーイ、コーヒー吹いてやんの。きったね、きったね。やばい、そんなこと言ってれば44分。あ、でも思ったよりなんかストレートだと早く終わっちゃった。前髪の長さが違うの気になるの。どっちに合わせよう。巻いた方がいいかな。巻く方に合わせようかな。あ、オッケー、いい感じじゃない？いいじゃん。今めっちゃよかったよ。はい、これや、これや。ここ、この前髪です。あ、でも私、ふわんってする前髪嫌いなんだよね。巻いたのはいいけど。こう、横から見たときにこう、ふわんってなってるのめっちゃ嫌いで。なんかわかんないけど苦手なんですよね。でもちょっと巻くか。そしたらなんかいい塩梅になりそう。うん、失敗した。やんなきゃよかった。なんてことをしたのでしょう私は。これは修復可能でしょうか。でも意外といいかも。ちょっと実際光のしっかり当たるところで見てないからわかんないけど、思ったよりいい感じ。本当はね、私が髪の毛やるの上手だったらここになんか編み込みとか入れたいんですけど、できないんだよね多分。下手なんですよね。あ、くしゃみ出そう。うん、あ、出ました。ヘッパー焦ってた。マジ？スプレー苦手って言ったけど、そうしないとなんか大変なことになっちゃう。なんか、前は長かったから変にケープとかやっちゃうと大変。ちょっとそれはそれで良くなかったんですけど、今は逆に短いからしないとダメなの。なんか三つ編みは、で三つ編みはでも変にぐちゃってなっちゃうんだよね。ほらぐちゃってなっちゃうの。
の結構好きでした。いやぐちゃってなったからダメ。皆様の熱い視線を感じるので今日はこちらのリップをつけていきたいと思います。ラスボスです。みんな大好きな色ラスボス。ちょっと色がつきすぎた。これラスボスだよね。まてれん。お前らはこれが欲しいんだろう。やらねえよ。やってたまるかこんなもの。1000円じゃあげるわけねえだろ。5万円から5万円から。ネックレスどうしようかな。今日はちょっと無理つけられん。シルバーかゴールドどっちなんだろうかな。こうって感じ。なんと絡まってる。ネックレスとネックレスが絡まってる。大変だ。よし、ちょっとナイス。やっほー、マリオパーティー。今日は可愛い系ですか。5万で買って10万でお宅につけた。いや5万から返しなだけだから。どうしよう。今日は黒がいいよね。キラキラより黒だね。どっちだってなってくる。こっちか。あ、こっちつけにくそう。やったことない。こっちでネックレス。やばい、これ無理かも。どうやったらできるんだろう。左手でネックレスつけたことないよ。お、奇跡的にいけたかも。もうちょっと短くしたいな。でも襟がある服だからない方がいいか。雰囲気はじゃ、一応持ってこか。私は8時10分までします。あとこの服、中着替えたい。ちょっとヒートテックが、あ、ちょっと待って、外れね。まあいいや、ちょっと一旦この中のさ、これが金属アレルギーないよ、今大丈夫。何くれるの？何か嬉しいな。写真で撮った時の自分の顔を確認します。まあまあまあって感じ。大丈夫そう。うん、大丈夫。中のヒートテックをどうにかしたいのと、どうしよう。やん、おちりめっちゃいいっす。いい感じじゃね。よく入れたらめっちゃいい感じじゃね。このさ、首の音がさ、こうなんていうのないヒートテックいいじゃん、あったぞ。
下ズボンついてるからね。みんななんかそんななんかエリナちゃんのパンツが見えちゃうんじゃないかなみたいな感じの気持ち持ってる人見えませんから。ちゃんと見えませんから。そんなことばっか考えてるとろくな大人なんだよ。ちょっとね、今ヒートテック着替えてるから。そしたらどうせみなちゃんがヒートテック着替えてる。って思う人ろくな大人になんないよ。バンされる前に戻れるのか。間に合うのか。みなちゃんの挑戦はもう始まっている。まあ、あとはニット着るだけだ。ボールフィニッシュ。後ろのボタンを止めればいいけど、またこれか。後ろのボタンが止まんないです。よし、通ってきた。ほら、これでもう見えない。あ、ちょっと見えた。なんで？ずるくない？見えないはずやん。うわ、めっちゃバラ来た。ありがとう。タカさん、タワー、多分タワー分ぐらいあると思う。ありがとう。めっちゃめっちゃ来てる。ありがとう。イエーイ。ありがとう、バラタワー。この世界の雪の中に、ちょっと声カスカス。埋もれてく前に冷たい風を振り切って迎えに行く。走っている意味なんて何にもないけど、何かしたからさ、僕たちのために愛するエビデンス。気づいてるか、今は何ほど脇目も触れず荒い直線に、この世界が黄色なのに溺れたって、未来へ向かう。配信見てるの後輩の女の子に見られたらしい。マジ？あ、すみさん、うさぎありがとう。タワー、イエーイ、ありがとう。ヘアオイル。よし。いや、間違ったかと思った。なんでや、こんな清楚な女の子がクリナちゃんなわけないってこと。おい、許さんぞ。ほぼ完成。こんなもんじゃない。お腹鳴った。長いな。ついに HKT ファンとバレるかも。ええやん、バレろバレろ。
ストレートのままがいいかな今日は。スクッチタイムある？ない。みんなの配信スクッチタイムはない。イヤリングどうしようかな。もう冬なの今って。夏？夏だ。でも間違った。夏は絶対ないわ。間違えた。イヤリングはいいかな。使われたら冬。一応冬か。春ではないのか。ちょっとまだ2月か言ってんの。何がいる？なんかさ、いくら取っても毛玉がさ、毛玉っていうか、メールに取ってる人は分かると思うんだけど、メールに送ってるんだけど、犬みたいな毛がさ、お洋服にいっぱいついちゃったんですけど、もうそれがこれ持って出てくるのマジで嫌だよね。ごめんね、本当アイドルなんですけど。どうしよう、どうしよう、よいしょ。これが正解だ。まだちょっと内側の取れないの。全然コロコロしてんのに、そのこの前ついためっちゃワンワンみたいな毛が。やってるのに毎日全然取れないの。どうしたらいいかわかんないの。こんだけ取れないってなって。もはや何これ、毛玉って話。もういいや。職場入るためのパス忘れた。え、やばいじゃん、やばいじゃん、それ遅刻じゃん、遅刻。急げ、取りに帰れ。タクシー、タクシー、間に合うぞ。授業ミーティング始まった。お疲れ、頑張って。お腹すいたよ。ゲームドルと遅刻確定なので他の人と一緒に入ります。それ OK なんだ。それでいいならよかった。まだ職場ついた。働いてくる。いってらっしゃい、頑張って。そろそろ俺も着替えるかな。
意外と早く働かず行きたいです。働け働かざる者食うべからずだよ。まだ布団の中。起きろ。お腹すいた。やばい、めっちゃお腹すいた。嘘やん。コンビニで配信見てる。1時半からなのにもうついてるのマジでおもろい。早っ。えら。働いてない。いや、専業主婦の人はいい。それがお仕事だから。その人にとっては。今日休み。あ、そうなの。一応週5働かせていただいてます。それは偉かろ、偉い。先に出かけます。いってらっしゃい。そろそろオフトゥーンの中、みんなオフトゥーンから出てください。ちゃんと、まあ、いつも私出てないんで何とも言えないんですけど、いつも出てないじゃねえかって言われたらごめんなたいしか言えないんだけど、今日は私は出てるもんね。今何分、みんな今何分。5分。新しいバッグが欲しい。ちっちゃい、このバッグ可愛いけどちっちゃい。閉まらん。どうしよう。行け、閉まれ、できた。違うんです、今日は昨日とは違うバッグなので、チャリチャリバッグだね。しかもあれチャリチャリバッグじゃないし、あれちゃんとしたバッグだし。夜勤だから配信また寝る。寝て、絶対それは寝て。8分になったランキングだもんね。すごい、15万ポイントまでいったよ。うん。リップもうちょっと落としとこう。マスクにする。完璧。多分大丈夫。朝って新鮮。まあ確かにそうよね。朝配信しないもんね私。あ、待った。13位エリプリメロさん、ありがとうございます。エルプリメロさん、ありがとうございます。12位神崎正和さん、ありがとうございます。11位MS さん、ありがとうございます。10位三角さん、ありがとうございます。9位はるかさん、ありがとうございます。8位がおちゃん、ありがとうございます。7位ただの魚さん、ありがとうございます。6位のどかさん、ありがとうございます。5位ちょくさん、ありがとうございます。
ユン・グッチーさんありがとうございます。ありとキリキリマイさんありがとうございます。ニタカさんありがとうございます。ジスミさんありがとうございます。リップ忘れてた、手に持ってるの。ありがとう。みんなお仕事行ってこーい、頑張ってこーい。私も行ってきます。じゃあバイバイ、またね、メール送ります。